せいや、ソルジャーズソウル、いっちょやってやるぜ。さあ、大いなる戦いがここで。あなたは負けることはない。私は信じています。すべてのコスモを燃やし尽くし、空に消えた死竜。聖夜たちは友の死を乗り越え、先へと進む。欧米級を守護するのは氷河の死ともいえる存在。そしてその優しさゆえ、天秤級に落ちた氷河を氷の棺に封じ込めたアクエリアスのゴールドセイント、カミユだった。水と氷の魔術師と称され、限りなく絶対零度に近い陶器を操るカミュー。今はただここまで来てしまった氷河を静かに見据えている。聖夜、シュン、先に行ってくれ。氷河、ここはカミューと俺だけにしてもらいたい。誰にも邪魔されたくない。たとえお前たちにもだ。氷河、私はな、いや、もはや何も言うまい。俺はあなたに数々のことを教えていただきました。とても礼の言葉では言い尽くせません。その礼を言葉ではなく、セイントとして行動で示します。あなたに授かった全てをぶつけて。よかろう。ならば私も全てを持ってお前に答えよう。来い、氷河。前、白鳥よ。かかってくるがいい。ファイト。あなたから授かったもの全てをぶつけて神戸だ。俺はあなたを倒す程度か。ならば私も全てを持ってお前に、今度こそ確実に葬ってやろう。オーロラエクスキューション。天秤級でもその身をもって教えろ。お前の陶器では私は倒せない。真の陶器である絶対零度を身につけていないお前に勝ち目はない。フリージングコース、フリージングコース、その程度か。オーロラエクスキューション。ヒョン、お前はどうあがいるのか、この私の外まで陶器を高めることはできん。絶対零度とは何だ。答えろ、ヒョウが。それだけ。絶対零度とは、物質の原子全てが運動を失う温度だった。そうだ。破壊の根本は原子を砕くことにあるが、氷の粒の本質はその原子の動きを止めることにある。絶対零度の真髄を。絶対零度までいかなくても、神、あなたのくらいまでは必ず氷を高めてみせる。そしてあなたを倒す。前、白鳥よ。フリージングコップ。お前が私に戦いを挑んだところで、
こうなることは目に見えていた。オーロラエクスキューション。まだ勝負は終わっていません。オーロラエクスキューション。の神髄を。この氷河に敗北があると思うか。ファイト！フリージングソフト！ヒョウガ、前のルックはもはや正当には耐えられん。オールライクキューション！俺はあなたを倒す。それだけ。オールライクキューション！それだけ。その程度か。オールライクキューション！ヒョウガ、お前はどうあがい、この私の位まで動機を高めることはできん。その程度だ。氷河、天秤級でもその身をもって教えた。お前の闘技では私は倒せない。真の闘技である絶対霊道を身につけていないお前に勝ち目はない。受けろ、絶対霊道の真髄を。絶対霊道とは何だ。答えろ氷河。絶対霊道とは物質の原子すべて運動を失う運動。そうだ、破壊の根本は原子を砕くことにある。氷の闘技の本質はその原子の動きを止めることに。お前、お前よ。ダイヤモンドダストー。こうなることは目に見えていたのだ。神よ、まだ勝負は終わっていません。フリージングコース。ゲームまで高まっているとウィナー感じた。闘気の真髄を。前かかってくる。ファイト。あなたから先に全てを見つけてた神。これはあなたを倒す。フリージングコーチ。なら私の全てを持ってお前に答え、今度こそ確実に葬ってやろう。
秤級でもその身をもって教えたはずだ。お前の闘技では私は倒せない。真の闘技であり絶対霊道を身につけていないお前に勝ち目はない。フリージングコピー、フリージングコピー。お前はどうあがいてこの私の位まで闘気を高めることはできん。絶対レードとは何？答えろ氷河。それだけ。絶対レードとは物質の量は全てが運動を失う。それだけ。そうか、破壊の根本は原子を砕くことにある。氷の闘技の本質はその原子の動きを止めることに。絶対レードまで行かなくても可能。あなたの位までは必ず闘技を高めてみせる。そしてあなたを倒す。それだけ。お前が私の戦いを挑んだところでこうなることは目に見えていたのだ。神よ、まだ勝負は終わっていません。それだけ。ウィナー。クールに徹して敵を撃つ。ママ。氷河よ。お前はあのまま氷の棺で眠っておくべきだったのだ。お前の闘気では私を倒すことなどできん。真の闘気というものをお前に教えてやる。完全なる敗北を悟り、再びこの闘気によって死すべし。氷河オーロラエクスキューション。ガーせめてお前の死にはもう一度氷の棺をくれてやる。このフリージングコフィンをな。今夜こそ安らかに眠るのだ氷河よ。ほう、まさかうちから氷の棺を砕くとは。フリージングコフィンを砕くには零下273度以下の闘気を必要とする。それはつまり絶対零度。まさか氷河は無意識のうちに絶対零度を。神よ、言ったはずだ。この氷河の闘気が絶対零度までいかなくてもあなたの位まで高めてみせると。そしてあなたを倒すと。あなたから授かったものすべて。私もすべてを。はいと。氷河。しかし、それでも私を倒すことはできん。ゴールドクロスは絶対レードでなければ凍結しない。私がゴールドクロスをまとっていた以上私の闘技で私を倒すことはできんのだ。神、あなたは俺に教えてくれました。一度戦いが始まったのに、それだけ。男は途中で説を曲げることなく最後まで自分の立場で戦い抜くのだと。クールに徹するのだと。あなたは無言のうちに強烈に語りかけてくれていた。絶対レードの翼を見せてみろ。これはゴールドクロスが凍りついていた。ありそうな。お前はこの権利をもしのぐ。絶対レードの神髄を。オーロラエクスキューション。お前は熱くなりすぎた。お前にはその闘気を生かす決め技がないのだ。さあオーロラエクスキューション。確実に葬ってやるぞ氷河。それだと真の闘気とはこういうものだ。残念だ。ここまでよく氷河よ、そろそろ終わりにしよう。その程度か。
終われない。俺のコスモよ、今こそ極限まで高まれ。コスモごと全て凍りつかせてみせるぞ。ウィナー、完全なる敗北を悟れ、氷河。お前の味方ではもはや戦闘には耐えられん。俺はあなたを倒す。あなたも俺に教えてくれました。一度戦いが始まったのなら、男なら途中で鉄を曲げることなく最後まで自分の立場で戦い抜くのだと。クールに徹するのだ。あなたは無言のうちに強烈に語りかけてくれていた。神、それだけだ。俺はクロスで追いついている。氷河、お前はこの神を面白む絶対リーダーの功績を身につけるというのか。受けろ。お前にはその絶対エイドの仕事を受けてみろ。ティグナス最大の剣、オーロラエクスキューション。さあ降りつく。今度こそ確実に葬ってやるぞ。お前は本当に絶対エイドの武器を身につけたというのか。ええ、ウィナー、ありがとう、我が士官。まだクールに徹しきれんとは。この男、私と互角に闘気を放ちながらすでに意識を失っている。あれはオーロラエクスキューション、無駄だ。オーロラエクスキューションは闘気を無限大に発揮する神最大の技。一度や二度その身に受けたからといってやすやすと真似ることなどできん。私とオーロラエクスキューションを打ち合うつもりか。ならば受けろ、氷河。オーロラエクスキューションの神髄を。こんな季節にひとひらの雪。せいや、今氷河のコスモが僕たちにさよならを。振り返るなよ、シュン。行こう、操御球はもう目の前だ。見事だ、氷河よ。この戦いの中、オーロラエクスキューションをその身に受けながら自分の技に、そして生死の境で絶対霊道を身につけ、お前は死である。この神湯のコスモも遥かに超え、究極のコスモセブンセンシズに目覚めたのだ。まさしくお前はこの神湯の全てを受け継いだ。できればその力をお前の信じる道に使わせてやりたかった。お前をこの先も生かしてやりたい。だがもはやこの神湯にもどうすることもできぬようだ。許せ、氷河。神、あなたは命を懸けて
俺を絶対レイドまで導いてくれたのですね。あなたから受けた数々のことは決して忘れない。ありがとう、我が神よ。そして、さようなら。